やっほー、皆さんこんにちは、なかりんさんでーす。りちゃんでーす。はい、ということでですね、私たちはユニクロに久々行ってきまいましたので、また爆買いしてるんです、同じようなものを。ということで、同じようなものといえばですね、私といえばこちらでございますよね、M サイズ。こちらね、洗濯したら少しね、伸びますのでですね、M ぐらいがいいですよね。多分160、この間1センチ伸びてました。163センチですね。体重が53キロでございます。53キロの人間は大体これくらいかなと思うんですよね。今日はちなみに私もそうですよ。私は毎日で、私びっくりしたのが、これをさ、この間の YouTube でさ、ユニクロ爆買いとか言って、これをさ、もう山のように買ってたじゃん、これをさ。そしたらさ、これね、世の中の女性は全員これだと思ってたぐらい、これのユーザーなの。だけど、これを履いたことない人が結構いたわけで、それにびっくりしちゃって、それでリーサちゃんが言ってくれたから、これを買いましたって言って、すっごくいいですね、そっからもうこれしか履けませんみたいな、そういうコメントがめっちゃ来るわけだから、え、待って待って、私は逆にびっくりなの。履いたことないんですかっていう驚きのことが起きてて、かなえはこれのヒップハンガーじゃなくてウエストまであるやつなんですけど、私は絶対ヒップハンガーです。なぜならばブルートニー・スピアーズみたいな股上のやつを履くからですはい、ということでこちらを2つ買いました。次ですね、私といえばこちらですね。もうなんで絶対これなんだ、撮影の時。ほんとごめんね、女優セットなのこれ。ふてほどもですし、朝ドラもずっとこれで撮ってます。だってさ、やっぱり当たらないようにしなきゃいけないじゃない。こうやってゴツ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 したら衣装様が困るでしょ、照明さんとかも困るし、みんなの幸せのために私はこのスタイルで「おはようございます」って言ってるわけですから、遠くから見たら裸ん坊ですねはい、ということでこちらはですね、2290円です。これね、本当にね、2290円以上の働きをしてくれるんです、女優にとって。私はこれで何本もの CM 現場だったりですとか、ドラマ現場助けられました、本当にありがとうございます。サイズはご想像にお任せしますということでですね、はい、次やばいよ、いけ中玲奈、中玲奈最初のやつだよ、最初のお前はモテのやつだよ。玲奈は陽子はじゃなくて玲奈はこちらの買いました。金太郎みたいなやつです。カップ付き。そうです。これさ、結構さ TikTok でね、ちょっと真似しないで。 TikTok で見たんだよこれ。私も TikTok だからごめんけど私もこれ欲しかった。黒がいい。ほら、黒買ってますからほらご覧ください。これホルターネックブラタンクトップっていうのでですね、こちら本当に絶対使いやすいわけ。こちらも2290円。私は M サイズを買ったんですけども、れいちゃんもモテの M サイズです。そしてご覧ください、こちらのカラーがカーキーなんですね。私はビリー・アイリッシュなのでモテブラックです。ホルターネックっていうことで少しこうカーブが結構出るんですけども、これが肩幅がすごく綺麗に見えるよね。だから本当に花火大会ですとか、これから先の行事にとっても役に立ちますよね。はい、次ですね。あ、トカゲくん、ちょっと今トカゲくんがお風呂上がりなんですけども、ちょっといいですか。うん、トカゲくんのこの上下セットアップもユニクロ先生でご購入しましてですね、これは去年のやつですよね、それで今回ちょっとトカゲくんがご購入いただいたものはですね、こちらのソックスです。トカゲくん結構ね、ユニクロの靴下大好きなんだよね。気持ちいい。これママが買ったの。これはね、キッズのウルトラストレッチドライ EX ショートパンツっていうやつですね。これがね、150センチを買ったんですけども、トカゲくんって学校帰ってきて制服を脱いで家にいるじゃん。その時にさ、結構この人さ、一番上から撮るわけよ。考えないで撮るから、普通になんかかっちりした服を着てるの。え、待って、今から出かけないけどだからこういう家で着てもリラックスできるやつ、楽なやつをママは買ってきたんですから、はい、プレゼントです。おいくら万円？1500円でございます。どうぞ頑張ってね、お勉強大丈夫です。ありがとうございました。それだけなんかもっとやりたかった。はい、ということでですね、私たちの好きな白猫知ってる？キティ先輩が50周年じゃないですか。だから、いろんなところとコラボレーションをしていてですね、私たちが今もうウキウキワクワクしてるんですけども、ユニクロ先生とも大コラボ先生をしておりましてですね、こちらです。キティちゃんの50周年アニバーサリーコットンリラコ、こちらを買いました。これさ、私本当にさ、リラコマジ好きなわけよ。この生地感が大好きで、そして見てこれ、キティと黒身とシナモロールとマイメロもいる？いる。あ、いる。本当だ。もう大人気4大巨頭よ、がまさかの全員がキティのね、ここ、うわ本当だ、かわいいリボンつけてるわけだからさ、結構プレミアじゃない？って思って買ったの。いや、私本当にこのさ、あー大好き、本当に好き。しかもね、いいのがね、ポケットがついてんの、リラコって、うん、これでさ、普通にさ、私さ、とかでさ、送り迎えとかするからさ、本当にありがとうございます感じなの。朝とかさ、これでさ、車乗ったりするからさ、本当にね、これ大好きなの。ということで、こちらは L サイズを買いました。1500円です。ということで、50周年アニバーサリーが続くんですけども、これ悔しかった。もうサイズが M しかなかったんだけど、見て、キティちゃんの刺繍入りのこのタイダイ、え、似合うくない？私どうしよう、え、かわいい、かわいい。しかもこの刺繍がさ、しっかりした刺繍じゃない？刺繍でいくら？1500円。やば。しかもタイダイ、ユニクロってすごーい。じゃあレーナはモテばっかり買ってただろ。レーナは黒のパンツを買いました。いつも仕事行く時さ、デニム履くのめんどくさいのよ。暑いし、硬いし、リラックスした格好で仕事に行きたいんだけど、パジャマみたいなのしかないから。そうですよね。REはパジャマブランドですから。パジャマブランドですし、ちょっとちゃんとしたいけど、ちょっと楽したいっていう、リラックスしたい、リラックス、もうちょっと着やすい、そう、着やすいのを見つけました。しかもこれエアリズムなの。え、すごーい、いいじゃん、超涼しいじゃんこれ。めっちゃ気持ちいいの。そう、これさっきからさ、私触ってたんだけど、すごい気持ちいいんだよね。しかもね、結構ね、ストレッチが効いてんの。最高。これレイちゃんの仕事着です。仕事着を買いました。そう、取引先の方、レイちゃんこれを着て伺いますから、よろしくお願いします。でもこれ普通にあのさ、 OL さんのあの下のわかんない、わかる、もうしっかりしてる、しっかりしてるけど楽そうだから。でこの丈感もね、しっかりしてる、しっかりあのスタイリッシュな丈感、真面目な感じ、私たちのビジネスウーマン、それがエアリズムで最高です。こちらいくらですか？2990円。あ、すごーい。とっても今一番高いこれが私だって負けないからね、言っとくけど、いけモテなんだからさ、負けないんだから私は。はい、ということで、私はまさかのこんなもちもちの、ここにいたら絶対普通に溶け込んじゃうこちらを買う日が来るなんて、私がびっくりしない。一番ね、これって思ったのがウエストがね、これなの、マジで最高。本当にこういうね、生地のやつってドラマの部屋着で着るのよ。この間も渚もね、ちょっと家のシーンがあったんだけど、こういうやつを着てたのよ。だからユニクロ最高と思って、ごめんなさい、私も2990円でした。負けない、私の仕事着よこれそうよ、これはウォッシャブルニットリブパンツ。私ってリブが大好きなのよ、本当に。見てわかる、無限大、本当にブラックホールみたいな感じでこう伸びるわけよ。それが好きなの。絶対これ気持ちいいじゃん、見て、もっちもち、絶対これ寝れる。次は、私は本当にここだけの話、中玲奈はブラジャーにそのまま T シャツを着るんです。私はね、結構無理なの。下着の上にそのまま着れないの、ありえないの。私さ、汗っかきじゃん、汗で汚れちゃうと思うわけよ。この大事な T シャツに直接汗を吸わせたくないっていう気持ちがあるわけだし、私ね、暑がりだからいつだって脱げるようにしときたい。ああね、もう T シャツ1枚だったらブラジャーになれないじゃん。だから中に何か着ときたいっていうことで、こちらユニクロのソフトリブタンクトップです。またリブが続いております。リブリブなんですけども、しかも気持ちいいでしょ。気持ちいいでしょ、脱いでもこの1枚でおかしくない。わかる、わーってならないタンクトップ、これを欲しくていろいろ探してたら、やっぱりユニクロにあったじゃんっていう。だからやっぱユニクロってすごいよねっていうことで、こちらを買いました。こちらは1000円ぴったりです。私は M サイズを買ったんだけども、見て、2色がいい。レイちゃんってさ、ブラジャーの上から裏肝とか着れるタイプ、信じられない。なんで？理由を聞きたいな。私ゴワゴワすっから、重ね着が無理ってことだから、重ね着してる気持ちになって、重ね着な気分、なんつったらいいの？多数決取りたいわ、どっち派が多いのか。でも Z 世代絶対こっちだぜ。でも私はね、15からさ女優やってるでしょ、衣装さんって絶対ご覧ください。こちらです。シームレスタイプです。こちらはキャミソール、こういうちょっと響かない肌着を確実に用意してあるわけ。もしスーツを着る役だとするじゃん、そしたらブラジャーの上直接それはない、シャツとか絶対これがあるわけ。衣装とかだったらそうなんじゃない？いやだけど、これが私はベースになってるのよ。ああ、なるほどなるほど。わかる？だからズボンを、これは分かりやすいわ。これを入れて上からズボンを履くじゃん。そしたら直接肌に触れないじゃん。ズボンのこのさ、金具とか、それがこれで防げるの、チクチクが。ボトムをお腹に直接肌をつけるっていうことが何に抵抗があるの？私。なるほどね。なんか気持ち悪くて。こちらはですね、エアリズムの王道です。こちらはですね、おい桜か書いてないですけども、1000円ぐらいじゃないでしょうか。あー、次はこれです。私はにゃおにゃおにゃおピースfor all ということで、こちらですね、利益の全額はいろんな団体に寄付されるっていうことです。これ全額すごくない？すごい。だから全額だよ、ユニクロ。しかもデザインも可愛かったのよ。スコ座りって言うんじゃないの？そういうやつ、スコティッシュのでしょ、この子。そう、なんかすごいいい気持ちになる。可愛いし、そうなの。だからそういうユニクロって素晴らしいですよね。はい、ということで次ですね。ヨーダ、これ可愛くない？いや、やっぱヨーダめっちゃヤバくない？ヨーダ絶対さ、これアチャコ興奮すると思う。可愛いって言うよね。しかもこれがね、今ねセール中でね、1990円って書いてあったんだけど、これね1200円になってた。だから可愛いし、これ最高じゃんと思って。しかも生地、そうなのよ、ユニクロってさ、生地が本当にいいくて、 UT 部類があるじゃん。私ね、本当に UT で毎回爆買いしてるじゃないですか。今でも着てるんで、本当に UT で生活してるみたいなもんなんですよ。本当可愛い。このロゴも可愛い。ロゴもめっちゃ可愛い。色味も可愛いよね。ちょっとやってしまいなさいよ。やって最後ですよ。一気に行くわよ。見せてごらんなさい、私たちの青春。鉄拳、テレテテテテレテテン、鉄拳です。最高。私ずっと鉄拳やってたの。ねえよ、わかんない。多分お姉ちゃんのお下がりをずっと私やってた。私鉄拳でね、マリアちゃんに負けたらコンセントから引っこ抜いてたの。またセーブをする前に引っこ抜いてたの。私許せなくて、負けるとか許せない。あ、やる相手がいなかったらコンピューターでですよね。私はマリアちゃんをボコボコにしてましたそして懐かしいわけを見て、みんなこの仲間たちで、絶対私これクマ使ってたから。私結構クマの回し蹴りすごいよ。結構強いよ。結構強いの。結構なんかこういうやつもある。ガンガンガン、それでさ、ガン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 ってやってる時さ、このさ女とかがさ飛ばない。これがガンガンガンっていけばさ、何回も空中でこうやって飛ぶじゃん。こうやって「あー」とか言って、私はいつもこいつを使ってた。これ結構強いよね。これ見た瞬間さ、うわー、プレステーってなった。だからさ、今さ私たち悪いからさ、トカゲくんのプレステ5にさ、鉄拳をさどうやったら入れれるかみたいな。でも空き容量がないわけよ。空き容量をプラスするにはどうしたらいいかみたいな、外付けの USB みたいな、そういうのを買わなきゃいけないのかみたいな感じで試行錯誤してるんで、そう、もう遊びたくなっちゃって、これ見ちゃって、でレイちゃんをボコボコにしたいんですね、私でもね、意外とね、那須陽子強いんだよ。うわー、この間さ、スマブラを那須ちゃんとトカイくんがやってたんだけど、もう那須ちゃんがさトカイくんをボコボコにしてたからさマジで容赦なくさ、うえーとかで勝ってるからさ、マジでウケんの。カービィとか言ってね。そう、カービィがオッ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 とか言って飛んでってんのそれとウィーフィットのヨガのお姉さん、ヨガのお姉さん分かんないマジで。その2つをさ、クセ強なんだよ。それを使ってやってたんだけど絶対ちょっと鉄拳私たち負けないから。はい、こちらは、あ、待って、セール中990円。そう、これも T シャツが990円ってどうしたらいいの？ごめんけど、こんなサイズでプリントして、これなんて裏表よ。そうよ、裏表もプリントして、これなんか刺繍してるわけ。どうしたらいい？私たちすごいよね。日本の億万長者ランキング知ってる？第1位だよ。都会区のお友達が柳井さんのなんかすごいオタクらしくて、すごい柳井さんのこと言ってたんですよ。柳井さんってさ、家に何があるんだよとかで、日本で一番お金持ってる。そりゃそうでしょ、だって世界にあるんだもん、ユニクロ。てか本当にユニクロはどの国の人もユニクロってめっちゃ好きじゃん、しかも今日なんか外国人の観光客の人ぎゅうぎゅうだったもんね。もうこんな感じだもん。全員外国人の観光客の人。もう柳井さん爆買いしてます柳井さんに届け、ハッシュタグ。はいということでですね、皆さん今日の久々のユニクロ爆買いということで、動画を見てくださってありがとうございました。まあいつも通りの買い物の仕方だったんですけども、私はですね、一番嬉しかったのは50周年のキティのコラボを変えたということですね。すごく DM で皆さん、リーサちゃんユニクロで出ますよって何件もちょっと DM いただいてたんですけども、実現できました。ありがとうございました。ということでですね、チャンネル登録がまだなかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムと X もやっております。そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、ということで、また皆さん次の動画でお会いしましょう。リーサでした。レイちゃんでした。バイバイ。鉄拳負けねえ。